皆さんこんにちは。本日も初心者のための DX ニュースのコーナーを始めていきたいと思います。ちょっとこの障害のことをやろうと思ったんだけれど、多分前提になる知識を説明した方がいいと思うので、一つ一つ軽く触れながらやっていきたいと思うんですけれど、我々確定申告っていうのをやるんですね。で、はい、確定申告っていろんなところで名前は聞くと思うんですけれど、知ってますかね？中身は知らないです。何かっていうと、我々は常に税金を払うわけですよね、社会人になる。はい、まず会社員の人たちは、まあ、私の会社もそうなんですけれど、会社がお給料の中から一定金額を税金として取って、それを国とか地方に納めるというやり方をしているんですね。だからサラリーマンをやっている人たちは、まあ、従業員の方は基本的に税金は会社が払っている。だけど一部の活動をすると税金が戻ってくることがあるのね。例えばふるさと納税って聞いたことあるでしょ？なんかやってる人結構いると思うんですけど、うん、あれって自分の地元じゃなくても大丈夫なんですか？自分の地元じゃなくても大丈夫で、その話をしていきましょう。総務省のサイトを見ると、自分は社会人になって都会の自治体に住むことになりますよ。そうすると都会の自治体に納税をすることになるでしょ。だけど自分はいろんな自治体に、まあ、お世話になってました。子供の頃、私だったら神奈川県横浜市に住んでました。で、横浜市に感謝の気持ちを込めて納税したいですよということをしていかないと、都会の自治体ばっかり、具体的に言うと東京都ばっかり税収が上がって、地元の自治体っていうのは全然税収が上がっていかないよね。でこの不均衡があるから、個人レベルでふるさとにも納税できるようにしましょうというのがふるさと納税制度で、ふるさと納税をしてくれたらその分お礼をしましょうということになるわけですね。はい、じゃあ僕が学生時代を育ててくれた札幌市に寄付しましょうと、これ札幌市のサイトですけれど、このふるさとチョイスっていうところで何がもらえるかというと、札幌市の人気ランキング、アサヒスーパードライ、札幌市にアサヒビールの工場があるから北海道工場からお礼の品を出しましょうということだったり、今となってはね、もうほとんど通販状態、札幌市の名産品をお礼に差し上げますという感じになってる。はい、だからどうせ欲しいんだったら1万5000円寄付すると、このスーパードライの 350×24 缶っていうのがもらえますよという感じなのね。でちょっと最近行き過ぎちゃって、すごいエスカレートして、例えばマイナビさんのふるさと納税高額返礼品人気商品、これかな、バイオリンバイオリンもらえます。池淵浩介さん作富士山バイオリン、かっこいいですね。これいくらですかって言ったら、埼玉県富士見野市です。で400万円寄付するとこのバイオリンがもらえます。清掃地オーストリアって書いてあるけど、オーストリアで製造したものを日本でこのペイントをするんだろうね。へー、カートに入れるって書いてある。カートに入れるわけじゃない。カートはダメですよね。ちょっとポチッと気軽に押せる金額じゃない。ということで、かなり今本当にこれどうなのっていう感じにはなって、和牛丸ごと1頭博多和牛1200万円、ちょっとエスカレートしてるところはあるんですけれど、もともとの趣旨はふるさとに対してちょっと感謝の気持ちを込めてっていう話なのね。それでここからが確定申告の話なんですけれど、ふるさと納税をすると寄付ということになるわけね。その自治体への寄付なので、確定申告を行うとその寄付金額の一部が所得税と住民税から控除され戻しますよということになるわけね。だからふるさと納税は原則としてその自己負担額の2000円を除いた全額が控除の対象となります。自分が、まあ、東京都に住んでますよ、だけど、まあ、札幌市に1万円寄付したら8000円が控除の対象になる。だから会社を通して所得税とか住民税をどんどん払ってるんだけど、そのうち8000円分戻ってきますよということになる。だけど国から見た時に、この会社にこの人がいますよっていう情報は分かるんだけど、この人がふるさと納税しましたよっていう情報を国は持ってないわけですよね。
だから個人の方が国に対して私はこの1年でこういうことをしましたよっていうことを領収書はこれですよというのを全部書類を揃えて報告しないといけない。でそれを確定申告というわけです。はい、でこれが会社員の人にとっての確定申告で、それ以外にも医療費でいっぱい支払いましたよっていう人とかね、保険を使わないで自費でちょっと高額の医療費を払いましたっていう人とかは一部戻ってくる制度になってます。そんな高額な医療費使うようなことないでしょ、今まで。ないですね。ないでしょ。例としては歯の矯正をしましたよとかいうのは保険が効かないから結構何十万っていう金額になるんだけれど、医療費で戻すとか、あと私も去年虫歯を3本ぐらい治したんですけれど、はい、保険が効くのは銀歯なのね。で普通まあ銀歯で保険が適用されるんだけれど、それじゃなくて口を開いた時に、あ、銀歯入れてるねって分かんないようにこう歯に近い色のセラミックだったり、あとは金歯ゴールドねでこれを入れると結構なお金かかる。1本7万とか8万とか。あ、そんなかかるんですね。でそれなぜかっていうと、作り方が全然この話をしていいのかなっていう感じだけど、まあでもだから2本直すともう10万を超えてくるわけです。そうするとその分はじゃあだけど確定申告で戻させてくださいっていう風にやると医療費として一部戻ってくる。はい、その他にもいろいろあります。例えば公的に認められた団体に対して何か寄付をしますよ。例えばユニセフとかよく聞いたことあるんですよ。寄付をすると寄付金控除がありますよっていう風に出てて、一部控除してもらえるっていう、まあ、そういう仕組みになってます。例えば1万円寄付すると3200円返ってきますよ。従業員として働いている人は普段の納税とは別に行っているさまざまな活動に対して報告するっていうのが確定申告。はい、でもう一つは個人事業主っていう人たちがいるわけね。自分で店経営してる人ですか。そうフリーランス大門みち子フリーランスっていうのは、まあ、個人事業主ね。まあ、私はこれも属しませんよ。一人が個人であり事業主でありますと。事業主っていうのはちゃんと事業活動をするわけだから、売上があって経費があって利益があって、そこから納税しますよ、その分の報告をちゃんとしてくださいねっていうふうに言われる。1月から12月会計期間があって、その分の決算、売上がいくらですよ、経費はこれだけかかりました、その他いろいろまた改めてねっていうような、結構いろんな活動をするわけだから、決算をして利益がこれぐらいあるからあなたはこれだけ税金を納めなさいっていう話になるわけ で、その金額を確定申告してくださいねっていう制度になってます。だからフリーランスの人たちは毎年確定申告する。はい、フリーランスになってみたいですか。いや、なんかそういう税金とかがめんどくさそうで嫌です。そうめんどくさいんですよ。税理士って何する人だか分かりません。なんか税金に関わってる人ぐらいしか認識がないね。だから税理士の人はまさにこの確定申告を代行する個人でやっててもめんどくさいし、これ会社になるとさらにもうめんどくさくなっちゃうから、税理士の方にお願いしてもう全部書類渡すからやってくださいっていうことができるわ。でその人たちは、はいはい、じゃあ分かりましたって言っていろんな人の申告業務を代行してあげて、でなんなら毎月の会計の仕分けね、全部やってあげて申告するところを仕事にしている人たちが世の中にいるわけ、はい、ということで確定申告というのがあるわけです。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。